俺さ、うん、もう来年したけどさ、うん、ゴルフやめようと思って。どうしたの急に。だって俺のやってる背屈だったり、うん、フリップだったり右手で打ったり、うん、その全部ダメって言われてるから俺打てなくなったと思う。やっちゃダメだから全部そう、うん、だから俺が打つ動作が全部ダメじゃない。ダメだね。だからもう行き止まり。だからもうゴルフやめようかと思って。そうだね、うん。平井博明のワンナップゴルフ。流行ってんでしょ。流行ってるよ。めっちゃ流行ってんでしょ。ラウネでしょ。あ、ラウネ、ラウネも流行ってる、うん、ラウネも流行ってるけど、うん、ラウネ以上にあれが流行ってる。背屈が。うん、背屈流行ってる。背屈が小屈じゃなくて背屈が流行ってる。どうしたの。どうしたの。あ、そっか、珍しく正しいこと言ってるね。うん、それ俺だよ、俺の意見だよ。そうだよ、間違えた。そうだよね。そうだ、俺も背屈でしょ。背屈が流行ってるんでしょ。あ、違う、平井が言ってることは流行ってない、うん、そう、平井が言ってることは流行らないし、うん、あの、ダメって言われてるから。そうだね。そうで、ちなみに平井が背屈って言ってるから。知ってる。そうでしょ。知ってる。登録君は小屈でしょ。俺はそう、小屈って言わなきゃいけない。そうでしょ。こうでしょ。そう、こう、そう、そう、だから背屈が流行ってることにしようと思って。逆に？そう、流行らせていこうと思って。逆行していかないと、時代には。背屈が流行ったら、うん、日本のゴルフレベル上がるからね。上がっちゃう。上がる。持っちゃうじゃん。じゃあ脅かされちゃうよ。そうだよね、うん、誰も来なくなって。間違いない。さらっと言うねって言っちゃったらもうさらっとじゃなくなるけど、うん、アドレスで、うん、ここの角度できてるでしょ。もうこれアドレスでさ、うん、ちょっと背屈ってしてるじゃん。ほんのちょっと。ね。この背屈を、このアドレスの背屈あるでしょ、うん。これ変えないで、フィニッシュまでキープできた人、うん、やばいから。やばい。マジで。マジで。やばい。これやばいから。これやばい。基本すぎてやばいし、絶対いい球出ちゃうから。お、左肘曲がる人、伸びちゃうから。伸びちゃう。ナイスショットしか出ないから。やばいじゃん。やばいよ。背屈の効果。でも1ミリも流行ってないし、誰もやらないの。小屈が流行ってんだから。そうだよ。だから背屈は絶対やらない。もちろん調べていただくと分かるんですけど、小屈、背屈ですね。左手のね。左手の、左手のね。そうです。平井が言ってるのは、アドレスのこの角度、うん、この角度をずーっと、ここまでキープしたままいけば、うん、勝手にナイスショットが出てましたっていうことになるってこと、うん、これやばいの。すごい動画じゃん。そうよ。で、背屈したら、うん、インパクト一瞬でしょ、うん、一瞬で背屈するよ、うんうん、左肘曲げらんないの。そうだね。そう、そうだね。小屈するよ、うん、曲がるんだよ。本当だ。そう、フィニッシュこうなる人、だからこうなる人の数ほどね、うん、星の数ほどみたいに言ってるけど、こうなる人の数ほどフォロースルーで左肘が曲がるの、うん、そう、だから曲がってるって悩まないでって。そうだね。そう、そんなの曲がっちゃうんだから。そうだね。そう、一瞬で背屈したらパッって言ったら左肘伸びるの。伸びるしかないもん。伸びるしかないの。すごいじゃん。そう、でもやらないんだ。流行んないんだ。流行んない。流行んないんだ。ナイスショットが出ちゃってお客さん来なくなっちゃうから、多分小屈流行らせてんでしょ、みんな。そりゃ乗った、俺も。そうだよ。そうか。絶対そうだよ。なるほど、なるほど。そりゃ来るもんね。だってさ、背屈したらさ、ナイス打てちゃうんでしょ。誰も来ない。来なくない。あ、うん、確かに。成立しないね。そう、だからだよ。あ、だってそんなうまくいったら YouTube の動画だってもう探さないじゃん。誰か一人上げてればいいもんね。そう。一本だけ。そう。あら、そういうことか。そうだよ。だって、小屈して迷子になったらいっぱい見るもんだから。間違いない。ほら。上ちゃんまだどうしよう。あ、ダメだ。でも今、背屈やっちゃったから、これでもう、ゴルフ YouTube 界おしまいです。そうだよ。おしまい。これ登録の編集終わって、うん、公開した時に、終わるから、うん。終わるでしょ。終わる。YouTube。うん、そう、もう多くて120回だね。それ以降は。そうだね。もうみんな、そうかるから。うん。本当に、あれよ、いろいろ考えないよ。
ね、これアドレスのこうやってやってこうやってやってキープしてこうやるですよ、そしたら右手をどうすんの、下は関心は回転と、だから俺言ってないからそんなこと、ね、そうだね、うん、ここをキープしてれば、うん、どんな動きしたっていいさ、うん、他は、うん、ここのことだけ言ってんだ今、そうそうだね、そうでしょ、そう、うん、それやってみたらいいよ、そうなので他全部一緒で、そうなのでどうなるかだから、そうね、うん、そうそう、それをまずやってみてくださいね、今当たってない人 ね、 そうね、調子悪い人、そうだね、うん、アプローチでもそう、アプローチでもここをキープして、うん、こうやって打たないよ、うん、打たないよ、そう、ここをキープしてこの角度をキープしたまんま、うん、こうやって動かす、あ、そこ変えないのね、そう、試しに打ってみる試しにね、うん、試しに、いいよ、これ9番ね、うん、肩幅スタンス、うん、ここ変えない、うん、でここを背屈してたら左脇締まるって言ったから左脇締めるよ、うん、そうなんだけど、背屈してただけ、そうなんだけど、うん、それはプロだからできんでしょってみんななっちゃう、でも背屈しようとしてる人が言ってんだったら俺聞くよ、相談乗るよ、そうだね、うん、そうだね、うん、そうしようとしてない人が言ったら、うん、してないじゃんっていう、そうだね、うん、これはでもプロはま関係ないって思いたいの俺は、だから1から8にこれプラスしたら鉄板だから、え、どうなのそれ入れちゃうと余計すごいじゃん、例えば1が、うん、10ヤードだとする、うん、で要は1から8、10ヤード刻みで80ヤードまであるとする、うん、で10ヤード刻みにピンが8本立ってるっつったら、うん、全部ピン壊れるから、うん、当たっちゃって当たっちゃってそんなに精度いいんだ、そう、それぐらい、試しなの50のピン狙ってみる、うん、そういう風にやんだそういう風にやんだっけ普段からそんなの見たことない、見たことない、ラウンドでもなかったなかった、おー真上行ったね、真上行ったね、あ、なっちゃうね、ごっぱちだったらガシャンだったね、そう、壊れてた、うん、危ねえ、弁償するとこだった、そっちだ、もう打たせらんない、危ない、そう、ボールはもう打たない、怖いから、危ないから、うん、簡単壊しちゃうから、そう、うん、俺金払わないといけなくなっちゃう、そうだね、登録に全部ね、やってもらえなきゃいけないから、 それぐらいね、ここの角度ってコントロールに直結しますよって、ま、うん、っすぐ行っちゃうんだ、狙ったところに、そう、ほんと申し訳ないけどね、ほんと練習場のお店の方なんかで申し訳ないけど、球数も減っちゃうと思う練習しなくてよくなっちゃうから、そうだね、はい、でもなんでこれあれなの、こんな、なんか400本近くなろうとしてる、今初めて言ったの、うんとね、要は背屈ってフリップだからね、右の、まあそうだよね、同じ、まあ、同じことを思ってるから、まあね、勝手になるじゃん、なるじゃん、うん、要はこっちの意識かこっちの意識なだけじゃない、そうだね、うん、だから、うんと、カタカナか日本語かって感じじゃないだからそれはどっちでもいいんだけど、うん、前々から俺フリップしてしてってずっと言ってたでしょ、うんうん、だから一応ニュアンス的には言ってたんだけど、特にここ最近、え、こうやってやれって言われたとか、はい、え、インパクトってこうじゃないんですかとか、うんうん、いうことを言われるのね、でその俺一瞬の間だけ俺いつも寝ちゃうんだけど、うんうん、だけどやっぱり多いそっか、うん、そっかそっか、小屈を言われるから、うん、じゃあ背屈じゃんってなっちゃうわけね、そう、背屈だしもう背屈してって感じ、そうだよね、うん、そんなに左手首のこと言いたいんだったらね、うん、そういうことか、そうで背屈してもハンドファーストでいいじゃないって思っちゃうのね、そう、小屈とハンドファースト一緒にしてる人がもうそもそも間違えてるし、あ、そうなんだ、うん、背屈、ハンドファースト、小屈って3つあるから、はいはいはい、そう、それで例えば背屈して、ああ、そっか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 。ハンドファーストだからね。うん、なるほど。そう。前言ってた。だからコントロールできる。フェースに乗るの。小屈してハンドファーストにしてるから球散る、球上がんないってごちゃごちゃ言ってるわけよ。あ、余計すごいことになっちゃうの？そう、だから理解してないのよ。
だからもうその時点でもう球はコントロールできないからね、うんうん、でもその辺の先生が言うわけでしょ、そういう風に上げなさいって。俺実際にねそのレッスンって見たことないわけ、うんうん、だから分かんないんだけど、でも、まあ、言われたって皆さん言うからやっぱ言ってるんだよね。そうだよね、うん、いやすごいなと思って、うん、そういうのってそうだよね、うん、言われるんだよな。だから多分なんでその生徒さんは、うん、消屈して、うん、インサイドからクラブが入れなきゃいけなかったのかなと思うのね、いつも、うんうんうん、消屈とインサイドを指摘された人が、うん、消屈とインサイドがうまくできてないスイングなのにいいスイングしてんのね、うーん、してないから、できてないから、はいはい、できてないからいいスイングしてんのね。できちゃうと、そう、できちゃうといいスイングじゃないと俺は思うからね。ああ、そっかそっかそっか。できてない、やれって言われたけどできないんですってできないじゃない、うん、できてない。その時の方がいいスイングしてるから、なんでそのいいスイングを俺が見た時に、うん、いいスイングって判断してんのに、うん、この人にそれをやれって言ったのかなって思うわけ、いつも。そうだね、そうだね。だからもっといい球打てんだろうなと思って、俺もやってみようかなと思って。うんうん、そうだね、うん、よかったね、できなくて。よかった、俺はできなくてよかったそうだよね、うん、だトップで、うん、やっぱりこう左手の甲が上を向く、斜め上を向くんだって、うんうん、まあ岡持ち、お膳持ちって右手、ね、言ってそうなやつだね。そう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 、こうやって、そうで、こうやって下ろすからね、こうやって、しかも右脇締まるんだ。だからそう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 、絶対岡持ちしたら右脇が締まるから。そうか、うん、これが一番簡単だと思わない？そうなんだよね、それはそうよ。そうだよね、うん、角度変わってないんだから、うんうん、流行らないのがね、うん、難点唯一そうだね、流行らない、ね、そう。でも流行らないからいいのよ、あ、俺だけ得できるからね。そうか、あのね、流行り廃りじゃないから。そうっすよね。本質に流行りも廃りもないじゃん。ないからね。ずーっと、ずーっとだからね。それはそう、だって変わんないから、うん、だって。間違いない。うん、そう、ほんとそう。それでも、言ってもね、今の現実、うん、これはダメ、うん、ってなってるでしょ、うん、だから、俺は超ラッキーと思う。ほんとに。うまく打ってんの俺だけと思っちゃうから。そうだね。そう。全然ラッキーと思っちゃう。そうだね。そう。だから本当に背屈しないでと思っちゃう。消屈してって思っちゃう。そうだね。あ、それぐらい背屈当たるからね。そうだよね。あ、だからみんな最近ね、消屈してて、だからワンナップゴルフ来て、背屈させて当たっちゃって喜んで帰っちゃうから、俺たちが嬉しいだけだね。うん。そう。じゃあスピンかけたい時とか、うん、捕まえたい時はどうするの？背屈して。背屈しても捕まるの？背屈したら捕まるの。したら捕まるの？背屈しなきゃ捕まんないの、球って。そうなの？そう、フェース乗せたんでしょ、うん、スピンかけたんでしょ。そう、背屈して勝手にかかるから。そうなんだ。今日ね、平塚から来られたご夫婦の旗、うん、ご主人まさにそういう感じだったの。消屈をやってくれって言われて習ったんだ。そうで、まあそれをやってたんだけど、うん、まあ、たまたま YouTube を見てくださって、うん、来てくださってアプローチをね、うん、いきなりこう、綺麗な背屈をしていただいて、うん、打ってもらったの。50ヤード。キュンっつって。嘘？あ、トントンキュンっつって。まあ、打ち方も綺麗よ。うまいのよ。もともと。もともとうまいんだけど、うん、音と球のスピードが変わった。球のスピードが遅くなって、要はフェースに乗りましたよっていう合図よ。あ、遅く飛ぶのは。うんうん、トントンキュッつって。それ見たら本人が一番びっくりするんじゃない？そうそうそう、笑ってた何あれっつって。そうそうそう、えっつって。だから打ち方いいんだよね。ああ、そう、打ち方いいのよ。だからその方の話は全く関係なくても、うん、消屈したり寝かしたりして入れました、うんうん、それをやっててワンナップゴルフに出会ったってことは違うってことじゃない？合ってないってことでしょ？そうだね。そう。そういうことよね。そうだね。あ、ワンナップゴルフに絶対出会わない人の方が多いんだから。そうだね。うん、関連動画がないんだから、うちは。関連しないんでしょ？そう。だって、他の動画と逆のこと言ってんだから、関連するわけないんだよね。そうだね。そう。だからいいんです。しかもこれからもっと隠れるから。間違いない。俺が。そうだよね。隠すから。行ってみて多くね。なんか違うね。
そう、見つからないように見つからないようなタイトルとかするから、うん、いいです。僕そういうの嫌いじゃないですはい、誰が見るんだってなっちゃうけど、ね、でもこれもちょっとふざけた感じに言ってますけど、うん、全て私が試合中実践したことです、うん、そう、むしろこれをやったことないからね俺。そうだね、うん、これしかない、うん、だから全然ハーフ28出ますよこれやってれば本当にパター入れば、そう、それぐらい全然害がないことです、うん、もちろんこっちやってる彫刻してる人がうまくいったんだったらそれはそれで、うんうん、でそれがうまくいってないんだったら試しで採掘してみてくださいっていう動画でした。見ないから彫刻うまくいってたこの動画。そうだ、うん、見ない見ない。そうだよね、うん、見る必要ない、うん、OK です。あの本当にこのチャンネルっていうかこの動画を見ていただけた方は、で調子がちょっと悪いな、フェースに乗らないなっていう方はぜひ採掘をお試しに練習場でやってみてください。はい、で今回はですね、今流行り、一番流行りの採掘をする動画を撮っていきました本当にヒカキンさんよりバズってるかもしれないですね、採掘、うん、なんでそれぐらい重要なネタですね。これは本当に6万5000でございます。300回しか回んないけどね。ありがとうございます一応目指す回数だよね。そうだね、300回ぐらいで最初ちょうどいいんだよね誰も見てねえじゃん、そうね、ざわつかない程度だね。そうです、はい、そうです。今回はですね、採掘動画撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。